みんなで守ったシーンかなと僕は思ってます。まあ、出てた11人、まあ、ベンチに入ってたメンバー、ベンチに入れなかったメンバー、全員で一瞬同じ気持ちで戦ったと思いますし、それに一緒に戦ってくれたサポーターの声っていうのが本当に止めてくれた、僕の力じゃなくてみんなで止めてくれたシーンだったと思います。こう大雨と足元の悪い中、こうたくさんのサポーターの方がスタジアムに足を運んでくださったことは本当に僕たちの力になりますし、こう勝利を届けれたのは本当に良かったと思います。ただまだまだサポーターの方は増えてほしいと思いますし、この満員のスタジアムで素晴らしいゲームを僕たちはする自信はあるので、ぜひ皆さん一人でも多くの友達家族を誘ってスタジアムに足を運んでください。そして東峰村に来てください。待ってます。